というわけでございます。さあ10時になりますとこちらです。10時のツボ、住友林業フォレストメゾンがお送りします。僕が飲んでパパも、はい、パパは飲まない、飲むふりしてたけどや、ね、はい、まあそんなわけでございまして、おっぱいに関するいろんな話題がございます。タートルネック、日本語では何とかということからいただいておりますけれども、女性用タートルネックなんです。ニュースでこんなのあります、はい、女性用のタートルネックですが、胸の上部が大きく開いて谷間を強調できる世界中で話題の胸焼きタートルネックのがあるらしいです。胸の部分が空いてるタートルネックですか、首まで全部ありますよ、ね、だけど胸の部分に横にこう窓が、はい、窓がずっとこうなんかキューティーハニーみたいな感じ。ああ、ええかもわからん、まあ、ハート型かどうかは知らんけど、ハートではないです、ないけど、あのいわゆる楕円形のように、はい、横にずっとちょうど胸のところに空いてて、はい、あの空いてるところから胸の谷間が見えるということらしいです。それタートルネックの意味あるか。タートルネックは寒い時に首まであって暖かいよ、いうのがタートルネックと違うのか。小高さん、ん、僕はこの流行に水を差したくないのであえて言いますけども、はい、あのバイク乗りからするとどんな寒いとこでもですね、うん、首に一つくるっとマフラーなんか巻くと全然寒さが違います、はい、すなわちおそらく頸動脈というあのが一番こう体表に出てきているところですよね、はい、でそこを温めると全然寒くないです、うん、いや寒いて、寒くない、寒いよ、やってみ、胸開いたらやっぱり寒いよ、胸を開けても首さえやれば寒くない私はそれを潔くない、そこまで出せば首も出せ、あ、首、首はいいどうでもいいどうでもいい。それでそれが肌に流行ってんの？うん、で、うん、流行ってる、うん、ところはこっから私先はあんまり読みたない。何？はい。でこれ女性のそういうのがあると、うん、で女性が似合いそうなこのね、うん、あれこういう感じですけど、これをですね、うん、胸焼きタートルネックを男子が試みたところ、うん、非常に胸の筋肉やなんかがバッと見えて男らしいということで、はい、これがまたですね、女子より男子が似合うということで、これが流行していくらしいという、流行しているところもあるということらしいんで、胸焼きタートルネック男子、はいはい、それはいかんぞと僕は思っておるわけですね、はい、それこそ寒いからそんなとこ開けん方がいいですなんかね、さっきと全然違う言っとることが寒いから風邪いくや、風邪いくやってね、はい、はい、そういうことで、へえ、そんなのが流行ってんの、はい、たぬきさんからいただいております。おっぱいにもいろんなそういうさっきのねタートルネックやなやら、はい、私が若い頃、うん、就職活動をしていた時です。大学3年でその頃就職難でした。履歴書の自己 PR 欄を書きあぐねていたところ、アパートに彼が遊びに来ましたね、うん、彼はよう来るらしいねアパートにピンポーン、ええー、なーかーっ、ね、ピンピーンあ、このあれ呼び鈴は気持ちを代弁してしまうなわかりませんけどね、しなしなそんな彼女のとこ来るのになんでや、そんなやったらこうへんわ、元気になったからピンピーンはいね、はい、遊びに来ました、わかりますよどんな音で遊びに、はい、どんな音でか、ね、ちゃん見てみ、はいはい、ちょっとイチャイチャした後やまたそこスーッと行かれたね、はい、これ親はなんかドア開けた途端に押し倒されたとかいろいろあるやろでその思い出がないでしょ、思い出があると思うわ、そこを書いてやまあちょっとイチャイチャした後、あと、あと彼にそのことを相談しました。でもイチャイチャした後に履歴書の履歴書のことどう書こうや、PR だって書こうかな、はいはい、押し倒されるのはちょっと待って履歴書言わへんねや、まあ、とにかく流れに任せ、うん、イチャイチャ先にイチャイチャ、はい、流れに任せてしまったわけです、うん、イチャイチャでお互いさっぱりした後に落ち着いて物事が考えられるようになった時に、はい、彼にそのことを相談しました、うん、まだ4行しかないのにどんだけこれ時間かかってるの私この4行の間に、はい、ね、それで私の目指す会社はクリエイティブ職と、うん、ね、
彼はそういうところは変わった人を好むと力説します、うん、こういうとこはな凡人ではわかんない、あ、ちょっと普通のこと書いてただけじゃダメだよ、うん、ちょっと変わったやつの方がええかもから、うん、面白いなって採用してくれるかも、うん、突然お前の武器はおっぱいだ、今これね見たばっかり、はい、思いつくのはさっき見たもの、はい、お前の武器はおっぱいだ、墨を塗ってパイタクを取れというんです、魚タクパイタクね、はい、取れと、うん、これまでありますけどね、何やっぱここはまずパイタクの方ですよね、まあさっき見たものはいはい、さっきは両方見ました、何を言ってるんですか、全然進まへんやん何を言ってるんですか、まだ5行しか言ってへんよね、はい、彼はね、そうそうで、その時2人ともビールをまあまあ飲んでいました、うん、気持ちやわ、うん、ねえ、うん、明日まで時間がなくて焦った私は、確かに私の自慢はおっぱいだ自分でも彼も喜ぶ、自分もそう思うや、うん、ね、それも一案だと思い実行しました、まあ、ビールも入ってたね、入ってた、はい、入ってたね、深夜で墨汁は手に入らず、ああ、当時はまだあれでしょうね、小学生の子供でもおらん限り、そう墨汁が家にあるいう家はないわな、はい、ねえ、うん、まあコンビニでも今墨汁が常に置いてあるとこってあるやろうか、コンビニも難しい、スーパーならまだこの人の年代だとね、若い頃コンビニがない時代です、うん、はい、だからまああったとしても今なかなかコンビニでも墨汁はないですよね、墨汁、ね、うん、は手に入らず、ダークブラウンの髪染めをおっぱいに塗りよう考えたね、髪染めあるやん、目的の用途以外には使用しないでくださいって書いてあるよ箱にね、そうですか、箱に書いてあるよ、ダークブラウンの髪染めをおっぱいに塗り、半紙にペタッと押し付けました、初めてのにしてはなかなかで、乳首の周囲のブツブツまではっきり見事でした、しかし乳首はヒリヒリしました、髪染めやからや、そうそう、ね、あかんよ、髪染めって結構普通の頭皮でもヒリヒリしますよ、だって髪を染めるんだから結構な強い薬剤だよ、はい、まあ、パイタクを取るためにこういうことをしたらしいですよね、よ、これ自分で塗ったんやろうか、彼氏が俺だったら塗らしてくれや、バーッと塗りますよ、ね、バーッと、はい、うん、朝になり、朝になった、うん、ね、冷静な頭で考えると酔いも抜けてな、バカバカしいと思って提出を取りやめ、よかった、押し入れの奥にしまいました。まあ、ここで終わるとも言いきや、はい。その後、なんとか、就職も決まり、卒業して、下宿も引き払うという時に、母親が片付けを手伝いに来ました。私がいろんなものを運んでいて、ふと母を見ると、パイタクのついた半紙を、じーっと、なんやこれ、じーっと見ているんです。今思い出すと3分ぐらい母はじーっと止まってました。私は恥ずかしくて真相は言えず、黙々と片付けを続けました。ああ変な思い出ですよ、はい、母はパイタクと気づいたのかな、どうやろう、謎の絵と思ったのか、謎の絵パイタクまでは気づいたのか、どっちなんでしょうね、わからんですね、はい、それを聞くこともできずやお母さんそれ何やと思うと聞くこともできずよ、はい、なかった方のことのように黙々と言う、パイタクじゃないって説明するには何て言えばいいんだろう、ですね、ああいうブツブツしたものがないといかんやな、はい、うん、あと何やろそれや、何やろね難しいですね、難しいね、あれは肺がいないから貴重なもんなんですよ、考えられないか、だからありがたいんです、あそこは、ね、なんかないかな理由、ありがたいことでございました、はい、賃貸